はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島です。カロリー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 を取らせろ、カロリーどこだカロリー。そんな日頃からカロリーに飢えているカロリー中毒者に朗報です。新たなカロリーモンスター発見しました。それでは早速やっていきましょう。今日はホルモン島田チャンネルレギュラー企画、世界のジャンク飯です。これは自分がネットを見ていて気になるジャンク飯を紹介して作って食べる企画です。過去にも世界にはたくさんの飯テロジャンク飯が存在しました。ジャンク飯のことはアメリカに聞けってことで、今日はアメリカから上陸ジャンク飯ご紹介します。その名もマカロニ&チーズバーガーです。え？ハンバーガー屋さんにありそうなメニュー？ハンバーガー屋さんでバンズの間にマカロニ&チーズを挟んだメニューを提供しているところたまにありますよね。今日紹介するのはバンズではありません。その代わりにバンズがマカロニ&チーズに衣をつけて油で揚げたものです。揚げたマカロニ&チーズで肉を挟む、もう想像しただけでカロリーが摂取できそうです。常人発想ではなかなか出てきません。これ発明した人、頭にマックのハッピーセット詰まってるんじゃないかってくらいハッピーですね。ということで、このマカロニを使ってマカロニ&チーズを作ります。マカロニ&チーズとはアメリカなどで親しまれている定番の家庭料理の一つです。マカロニにチーズソースを絡ませたシンプルな料理ですが、一口食べるともう虜です。後戻りできません。海外の映画やドラマで食卓に並んでいたりもしますよね。それではマカロニ&チーズ作っていきます。鍋に水と塩を入れ、火にかけ、時間通りマカロニを茹でます。茹でている間にソースを作ります。フライパンにバター、生クリーム、チーズを加えてよく溶かします。チーズが溶けたら、そこに茹で上がったマカロニを加えてよく混ぜ合わせます。塩コショウで味を整えて完成です。これをバットに入れて冷まして冷蔵庫で冷やします。冷蔵庫で冷やしたものがこちらです。硬くなっていますね。これを型を使って振り抜きます。型に小麦粉をまぶしてくっつきにくくします。型で抜くとこんな感じです。この型で抜いたマカロニ&チーズに小麦粉をまぶして、卵をつけてパン粉をまぶします。あとは油で揚げていくだけです。きつね色に揚がれば取り出して、今回のバンズの完成です。牛のひき肉に軽く塩コショウを振ってよく混ぜます。マカロニと同じ型を使ってパティを形成します。あとはフライパンで焼いていきます。せっかくなので追いチーズをしておきます。焼けたパティの上にチーズを乗せて溶かします。溶けていい感じです。次にソースを作ります。マヨネーズ、ケチャップ、マスタード、この前作った自家製のルイジアナホットソース、ニンニク、胡椒を加えよく混ぜ合わせます。付け合わせのポテトには俺の塩しまたを振りかけておきます。お皿にマカロニ&チーズフライを乗せて、パティ、ソース、上からマカロニ&チーズフライで蓋をしてポテトを添えれば完成です。これはジャンクです。頭の中でおおよそ味の想像がついています。これはまずい要素が一つもありません。うまいの一択でしょうね。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はアメリカミネソタ州のサーリーブリュワリーのスプリームの POG ジュースを飲んでみましょう。サーリーブリュワリーは2005年に誕生したブリュワリーです。スプリームとは最高という意味です。ファッションブランドとは特に関係はなさそうです。 POG ジュースの POG とはアメリカの定番ミックスフルーツジュースのパッションフルーツ、オレンジ、ガバの頭文字を取ったものです。口に含むとフルーツをそのままかじったようなフレッシュでジューシーな酸っぱさを感じます。甘さは控えめでさっぱりとしています。全然ビールっぽくないですね。フルーツ系のカクテルを飲んでるような飲みやすさです。それではマカロニ&チーズバーガーいただきます。念のためバーガー袋に入れて食べてみましょう。これ余計なこと言う必要ありませんね。一言、うまいです。想像していた通りの組み合わせです。もともとこういう味だろうなと想像していましたが、その通りの味ですね。マカロニ&チーズフライのカリッとした衣の食感がまたバンズと違って噛んでいて面白いです。口の中で噛んでいる感じはチーズ系のパスタに肉が入っているような感覚です。この組み合わせなら外さないですよね。今回マカロニ&チーズに寄せましたが、もう少しクリームコロッケ的なとろみを出しても良かったかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。マカロニ&チーズバーガーいかがでしたか？
まだまだ世の中にはジャンクな料理がたくさんあるので、もし気になる料理あれば教えてください。余ったマカロニ&チーズはそのまま温めてホームアローン見ながらいただきました。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。